こんにちは、ヨークン町ブラチャンネルです。本日は福井駅周辺の散策で街の様子を見ていこうと思います。よろしくお願いします。福井って皆さん行ったことありますか？自分は今回初めてなんで、どんな街か楽しみです。それでは改札を出ていきましょう。はい、こちら福井駅構内の様子。プリズムという駅直結の商業施設があり、カメラを回すと、工事中のエリアがあります。そう、この動画のタイトルにも記載があるように、北陸新幹線開通の工事が行われています。ちょうどね、この上かと思います。将来的には大阪まで伸びるから、福井もね、今後の発展がさらに楽しみです。はい、こちら繁華街方向ではない出口、東口ですが、駅舎もこんな感じで立派に整備されてます。大阪も結構この辺りからだと近いですし、東京からも昔に比べたらはるかに行きやすくなるので、旅行しやすくなりそうです。で、奥にあるガラス張りの建物は、アオッサという商業施設、公共施設が入るビルです。そしてロータリーの様子はこんな感じ。まあ、東口は落ち着いてますが、繁華街方面の西口は結構ね、それなりに都会で見どころも素晴らしかったので、ぜひ楽しみにしててください。ここでね、動画は閉じないでください。ちなみに東口には福井出身の総理大臣岡田圭介と、暗殺されそうになった岡田圭介の身代わりになった松尾伝蔵の像があります。はい、では西口の様子をこれから見ていきます。はい、こちら西口、まずは駅舎、こんな感じで、奥にはタクシープールがあります。で、駅から正面の様子はこちら。駅前の広場がきれいに整備されてて、奥にはビル群があります。で、カメラを回して、こちらはバスターミナルです。で、バスターミナルの奥には立派な高層マンション、低層階には複合商業施設で構成されているハピリンという施設が建ってます。結構ね、都会的ですよね。こちらハピリンのエントランスの様子ですが、こんな感じで吹き抜けの空間となってます。なかなかおしゃれな作りです。テナント表を見てますがね、非常に充実してます。そんなハピリンの建物のすぐそばには、こちら、なんと路面電車の路線があります。そう、実はね、福井市は路面電車が走ってます。皆さん知ってましたか？路面電車があるとね、バスもどっちも使えるから、結構ね、交通の便がいいかと思います。で、今路面電車の走ってる奥に工事中のエリアがちらっと見えます。そう、ちょうど福井駅西口広場の正面のところです。こちらがですね、2024年に、ここから駅前は生まれ変わりますと書いてあります。こちら今建設中の場所には、なんとこんな感じの完成予定図がありました。さっきのハピリンも素晴らしかったですが、今後こちらもできたら、かなり駅前の雰囲気がね、変わるかと思います。どうでしょう、福井ね、この後街歩きしますが、結構ね、奥深くてそれなりに栄えてます。さらに先ほども伝えたように、新幹線開通でね、ますます今後の期待が高まるエリアかと思います。それでは駅前から街歩きをしていきます。で、ごめんなさい、もう一つだけ福井駅前の紹介したいところがこちら。福井は国内随一の恐竜化石の産出地です。そのため駅前には恐竜のモニュメントが。おお、こう見るとね、結構迫力ありますよね。他、こちらなんとね、動いてます。映像で映した3体は実際福井で生息してたみたいです。福井のね、いわば先輩ですね。さあ、それでは福井駅恐竜広場からカメラを左側に回して、まずはこちらの通りをまっすぐ進んでいきます。まず最初は有名な観光名所を簡単に見て、その後繁華街エリアを歩く流れでやっていきます。観光気分も味わいながら、ぜひお楽しみください。で、こちら、福井県庁前にやってきました。そう、福井県庁のエリア内には実は観光スポットがあります。それが福井城跡だからね、県庁がお堀で囲まれてるんですね。端から眺められる景色がね、非常に味わい深いです。で、奥の雪山はなんて山なんでしょうね。知ってる方いたらぜひコメント欄で教えてください。さあ、県庁エリアに入っていきます。福井城は関ヶ原の戦いの後に、徳川家康の次男である結城秀康によって築かれたお城です。現在は城跡となっているためにお城は建ってませんが、山里口御門のね、復元された建物があります。で、こちらが城跡です。福井城は越前松平家の居城で、その松平家の別邸が
福井城跡から近くにあるのでちょっと向かってみます。はい、こちらが松平家別邸の陽光館庭園で、中の様子はこんな感じ。草木が生えて美しく整備されてます。はい、こちら池があり、そこに別邸とね、非常に美しい景色を楽しめます。この日はメンテナンスの影響からか、屋敷内に入ることはできませんでした。しかし眺めが大変素晴らしいです。江戸時代初期から中期に作られたとのことで、当時の雰囲気を味わえるね、福井に来たら外せないスポットかと思います。はい、県庁付近まで戻ってきまして、お堀の脇の通りを進み、駅方向へ戻っていきます。はい、でちょうどあの辺りが福井駅ですね。でこの辺りに福井のグルメを案内するお店がありまして、なんか福井の名物のおすすめのお店が書かれてますね。秋吉さんの焼き鳥で、最後に石田屋のおでんと書かれてます。でこちらがそのおでんのおすすめ、石田屋さんなんですね。で、秋吉の焼き鳥は石田屋さんからパーキングを挟んで、こちらにありました。おお、わかりやすいですね。後に福井のグルメもね、ちゃんと映してますので、ぜひお楽しみに。はい、福井駅に戻ってきて、これから繁華街をいよいよ散策していきます。駅正面の路面電車が走る通りから、この通りの左側が福井の商業エリアかと思われます。ここの通りと並行する通りの様子がこちら、北の小通りです。この辺りにはね、いろいろなお店、飲食店が並んでました。そして北の小通りから先ほどの路面電車が走る通りへとアーケード街がありまして、こちらもエステ店とかもあれば、飲食店系のお店とかもね、割とねお店が多かったような気がします。居酒屋さんとかも結構多かったんで、夜になったらもっと賑わうのかもしれません。あとは路面電車の通りをさらに進んでいきますと、こちら西武百貨店があります。では西武百貨店からさらにまっすぐ進んでいきますと、こちら大名町交差点という大きな交差点にぶつかりました。この辺りはね、結構立派なビル群が建ってます。なかなか都会的ですよね。でこの辺りをね、奥に入ったら福井の歓楽街があります。でカメラを回して左方向、こちらを歩いていきます。しばらく歩くと、途中には幸い橋、下にはアスワー川が流れてます。そして幸い橋から見るこの景色が、なんともののどかで美しかったです。ちょっとね、この後黄昏れてしまいました。で反対側もこちら、景色もこんな感じで、なんか落ち着いた感じが出てます。でここの川沿いを歩いていきます。ちょうど右側のエリアは、料亭街と観光パンフレットに書いてありました。料亭街とはね、ちょっと気になるので、どんな感じかね、足を運んでみようと思います。川沿いから町へ入ると、早速右手側に料亭を発見。料亭とか割烹料理屋とかね、なかなか定義が自分よくわからないんですけども、とにかく和の上品な佇まいのお店が多い印象を受けました。いやー、ほんとね、福井は思った以上にね、奥深いなと思いました。なぜ料亭がね、こんなにあるのか分かる方がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。ではでは、料亭街を後にしまして、福井駅に戻り、福井名物の越前おろしそばとソースカツ丼をいただきました。こちらは福井に来たら必ず食べた方がいいです。とても美味しかったです。以上、簡単ですが福井駅周辺を散策する動画でお送りしました。この動画が良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。